今週からスペシャル企画ということで、今日から来週水曜日までモーニングクロスに登場する個性豊かなゲストの方々、素顔に迫るドキュメント企画をお届けします。今日ご紹介するのは北条さん、この方です、はい、早速ご覧ください、はい。小一の壁の切れ味鋭い意見で様々な社会問題に切り込む著述家北条かや、その素顔に迫った。あ、モーニングクロスです。はい、はいです、開けますね。おはようございます。あ、よろしくお願いします。あれ、今日はクロスとメガネで。あ、ありがとうございます。お邪魔します。はい、なんか結構殺風景というか、あんまり生活感がない。そうですね。ポイさん、はい、今日ちょっとテレビ来るっていうのは言ってましたよね。はい、そう、もちろんです、はい。結構ラフな感じなんですね。ラフ。ご自宅ではいつも。番組出演時とは打って変わって、自宅では自然体の北条かや。仕事の時、なんかデスノートの L って言いますよね。わかります。あの人みたいな、こう左足をこうやってるとお行儀悪いんですけど、すごいこう落ち着くんですよ。L スタイルです。あ、裸足ですしね。あの美容外科と話題の著述家の執筆活動は意外なほど地味なものだった。夜、とある書店で新刊発売イベントが行われ、そこに北条の姿が。整形をテーマに書かれた今回の本、イベント参加者からはさまざまな質問が。綺麗って何なんですか？そうなんですよね。そこなんですけれども、黄金率に近づける整形を外科医は進めるんですね。そうすると綺麗だねって言われる回数は増えると。ただ浜崎あゆみさんってすごく綺麗だってみんな言うじゃないですか、可愛いとか。彼女の顔は黄金率からはかなり逸脱しているんですよね。で、彼女、ここで北条が自身の理想の顔について意外なことを話し始めた。でもそれが今、本当に私は自分の顔があんまり好きではないんですよ、うん、なんだろうな、理想はいろいろあるんですけれども、うん、まあ、こういう顔だったらいいなっていうのがずっとあって、それはリカちゃん人形なんですよ、うん、北条の求めるその究極の美が原宿にあるという。おはようございます。久しぶりに、やっぱりテンションが上がります。上がります、はい、上がります。この子ですね。この子ですね。あ、この子もいいな、はい。で、この子がですね、番号がついてる、これワンモフモデルになりまして、天使の、はい、天使の窓では応募式になってるんですね。北条が愛してやまないのがスーパードルフィーと言われるこの人形。あらゆるパーツから好きなものを選んで、世界で一つだけの人形を作ることができる。その圧倒的なクオリティから根強いファンも多い。こうして人形を眺めるのが好きだという北条。この日も1時間人形と過ごした。人形の魅力っていうのは何ですか？はい、ちょっと死を感じさせるようなところがあって、どこまでも年を取らなかったり、生まれてるのに死んでるみたいな、そういうところが、なんだろう、どうしても、なんか最後にすごくこう深い世界にを垣間見た感じがしますけど、ちょっとやばい人みたいな。いや意外な一面でも、どうなんですか、はい、すごく何かこう切な的なものにあるし、心が惹かれる部分もあるんですか？そうですね、昔から球体関節人形って作家さん、人形作家さんが結構いらして、ファンで、はい、四谷志門さんとか有名な方の若い方もいっぱいいて、写真集を買ってですね、眺めては癒されると言いますか、没入するっていうのをよくやってまして、はい、自分の中には何かないものがここに目の前にある。多分あれが理想の身体像で、このコンプレックスをなんか投影しちゃってるんでしょうね、多分。西田さんはどう分析されますか？
分析ですか。まあ、聞かれてるなっていうのがすごく、まあ、あの人にもまあいろんな趣味があって、はい、まあそれはそれでいいんじゃないかと思いますね。でも女性って誰しも人形にちょっと憧れるところはあって、はい、そこの再生紙みたいなことを考え、今言葉で説明されてるのはなんか納得できるところありましたね。いやありがとうございます本当に。でもあれですね、はい、電話インタビューして現場に取材に行って、はい、聞き取りして。あ、そうですか。さあそんな北条さん、はいはい、今日のテーマの発表をお願いします。はい、人形とは全く関係がございませんがこちらです。トップアスリート強化拠点を全面禁煙に。さあということで、ありがとうございました。今日は茅さんの意外な日常生活も垣間見ることができましたし、萌えと、はい、萌えっていうのがいっぱい来てます。本当ですか、はい、あれでいいんですか。今後ともよろしくお願いいたします。それでは続いて西田さん、テーマの発表お願いします。